それでもまだ禰豆子のことを心よく思わない者も,もいるだろう証明しなければならないこれから<笑><笑>よっ目覚めたかお前ここに移動してぐっすり眠っちまってさ 全然起きねえしみんなが心配するしで仕方ねえから俺がずっと見張ってたんだぜ大方気が緩んだんじゃないかって葵ちゃんが言ってたけどまあそうだよなはあどうしたんだよちょっと頭がぼーっとしてて記憶がおぼろげというか何をのんきな。 あれだけのことをやっといてこの感じこいつ本当にずぶといな俺は胃が痛くて仕方なかったってのにナタグモ山の任務が終わってそうだ俺は やてめえ、やいいつまで寝てんださっさと起きねえか <laughs> 柱の前だぞなんだ鬼を連れた鬼殺隊員2から派手なやつを期待したんだが地味な野郎だなおい。うむこれからこの少年の裁判を行うとなるほど 鬼になった妹をずっとかばっていたなんて素敵な兄弟愛ケナゲだわ。な、なんだこの人たち。まだ口を挟むなバケロ。誰の前にいると思ってんだ。柱の前だぞ。柱、柱ってなんだ。何のことだ。この人たちは誰なんだ。 ここはどこだここは鬼察隊の本部ですあなたは今から裁判を受けるのですよかまど炭治郎くん裁判を始める前に君が犯した罪の説明をし裁判の必要などないだろう 鬼をかばうなど明らかな対立違反我らのみで対処可能鬼もろとも斬首するならば、俺が派手に首を切ってやろう誰よりも派手な血吹きを見せてやるぜもう派手派手だ、えー、こんな可愛い子を殺してしまうなんて胸が痛むわ、苦しいわ なんといいうみすぼらしい子供だかわいそうに生まれてきたこと自体がかわいそうだなんだっけあの雲の形なんていうんだっけねずこねずこお前柱が話をしているのにどこを見ているこのお方たちは 鬼殺隊の中でも最も位の高い9名の剣士だぞ走らう…おいネツコネツコどこだネツコゼンイツイノスケムラさんそんなことより富岡はどうするのかね 拘束もしてないさまに俺は頭痛がしてくるんだが胡蝶目の話によると対立違反は富岡も同じだろうどう処分するどう責任を取らせるどんな目に遭わせてやろうか まあいいじゃないですかおとなしくついてきてくれましたし処罰は後で考えましょうそれよりも私は坊やの方から話を聞きたいですよ俺のせいで富岡さんまでかまど炭治郎くんなぜ鬼殺隊員でありながら鬼を連れているのですかゆっくりで大丈夫ですから話してください 俺の俺の妹 <laughs> 水を飲んだ方がいいですね顎を痛めていますからゆっくり飲んでください鎮痛薬が入っているため楽になります怪我が治ったわけではないので無理はいけませんよではかまど炭治郎君鬼は俺の妹なんです 俺が家を留守にしている時に襲われ帰ったらみんな死んでいて妹は鬼になったけど人を食ったことはないんです今までもこれからも人を傷つけることは絶対にしませんくだらない盲言を吐き散らすなそもそも身内ならかばって当たり前言うこと全て信用できない俺は信用しない聞いてください 俺はネズコを治すために剣士になったんですネズコが鬼になったのは2年以上前のことでその間ネズコは人を食ったりしてない話が地味にぐるぐる回ってるぞアホが人を食ってないことこれからも食わないこと口先だけでなくド派手に証明してみせろあのー、でも疑問があるんですけど親方様が このことを把握してないとは思えないです勝手に処分しちゃっていいんでしょうかいらっしゃるまでとりあえず待った方が妹妹は俺と一緒に戦います鬼殺隊として人を守るために戦えるんですだからおいおいなんだか面白いことになってるな 鬼を連れたバカ隊員ってな、そいつかい？<laughs> 一体全体どういうつもりだ？シナスカワさん、また傷が増えて素敵だわ。鬼がなんだって坊主。鬼殺隊として人を守るために戦える？そんなことはな。 ありえねえんだよバカが <laughs> 俺の妹を傷つけるやつは柱だろうが何だろうが許さない <laughs> そうかいよかったなやめろもうすぐ親方様がいらっしゃるぞ親方様のおなりです。 よく来たね私の可愛い子供たち <あっ S 1> おはようみんな今日はとてもいい天気だね空は青いのかな顔ぶれが変わらずに半年に一度の中豪会議を迎えられたこと嬉しく思うよ傷いや病気かこの人が。 親方様親方様柱根根根はは妹ならそこにいるだろう。ずっと眠ってるよ。 まああいいろいろあったからなそそうかそうだったはあお前まだ寝ぼけてるみたいだなちょっとその辺歩いて目覚ましてこいよこの町屋敷の中ならどこも安全だろうしそれに俺もお前を見守るのもいい加減飽きた。飽きたことみんなに伝えとくからなお前もみんなに顔を合わせたら 挨拶しとけよあのありがとうございましたおおさっさと回復させろよ挨拶そうだなみんなに心配をかけたようだし。

to the residence um, oh it's quite big isn't it i'll go left first because left is always right No, it's really nice looking like all the designs and textures of the walls and floor. Very impressive. Uh -huh. Whoa. Okay, let's go get this exclamation mark and these points first. Wow, the flowers look really good too. お目覚めになりましたかあ、はい。お世話になってすみません。ここは任務で傷ついた方を治療する場所。私たちがお世話をするのは当然です。謝る必要はありません。それじゃあ,ありがとうございます。目が覚めたと言っても、体が元に戻ったわけではありません。 今後のためにも、もうしばらくはしっかり休息を取るようにしてください。いいですね。はい、頑張ります本当にこの人が中号会議で大騒ぎしたのでしょうかあ、どうやって来てくれ Sneak, sneak, sneak. <clears throat> <coughs> I think this place and the, uh, the, the city where we met was on has the best architecture of the all the places. Like the whole map and walking around, it's really pretty. Okay, I'll get those of points. Then talk to those two people up there. Yep.

もう痛くないよそれは何よりですだからって激しい運動をしたらダメですよしのぶさまに怒られてしまいますうんしばらくはおとなしくしてるよ Wait, where's the other ones? Oh, up in this house. Oh, just beside it. Yes, so many points. See, I realized I made a mistake. Uh, <laughs> I think after I did the third mission, I just bought some of the skins and things. Then I realized if I didn't buy like a bunch of those skins which cost like 4,000 and stuff, because I didn't really know how much money it was worth then, this is... I could have just like done three missions then bought all the characters without having to do all the story modes. Ah, Tanjiro, What are you doing? 遠くにやることないし、猪之助もこんなだし、弱くてごめんね。そ、そうか <laughs> あ、そうだ、お前さ、親方様って人に会ったんだろうどうだったどんな人だった主に見た目もしかして、すごい美人だったんじゃないだろうな親方様は男だぞ。 Okay, and I did all the things. Looky okay Can I have not fit in there? <laughs> Wait, how do I get in? <Somehow. S 2> 前の任務では富岡さんにまた助けられたな。いつかお礼を言わないと。 皆の報告にあるように鬼の被害はこれまで以上に増えている人々の暮らしがかつてなく脅かされつつあるということだね鬼殺隊員も増やさなければならないが皆の意見を今回のナタグモ山ではっきりした大使の質が信じられないほど落ちているほとんど使えない まず育ての目が節穴だ使えるやつか使えないやつかくらいは分かりそうなもんだろうに人が増えれば増えるほど制御統一は難しくなっていくものです今は随分時代も様変わりしていますし愛する者を惨殺され入隊した者代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外に それらの者たちと並ぶ、もしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だ。それにしてもあの少年は入隊後間もなく十二気づきと遭遇しているとは引く力が強いように感じるなかなか相まみえる機会のない我らからしても羨ましいことだそうだね。しかし。 加減の語が大きく動いたということは、那タグ山近辺に無残はいないのだろうね。浅草もそうだが、隠したいものがあると、無惨は騒ぎを起こして、巧妙に私たちの目をそらすから、なんとももどかしいね。しかし、鬼どもは今も、のうのうと人を喰らい、 力をつけ生きながらえている死んでいった者たちのためにも我々がやることは一つ今ここにいる柱は戦国の時代始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちがそろったと私は思っている渦井天元煉獄教授郎古朝忍 甘露寺時道無一郎姫島行明品津川実実伊黒尾花い、富岡義勇私の子供たち皆の活躍を期待している・ <noise> Oh, that, <clears throat> that was a very quick one. Cool. Hell yeah. Unlock gear that easily. On we go.